県立加古川医療センターでは、新型コロナウイルスの重症化を防ぐための抗体カクテル療法が今日から始まり、斉藤知事が現場を視察しました。斉藤元彦知事は午後3時半過ぎ、今日から抗体カクテル療法を始めた県立加古川医療センターを訪れました。抗体カクテル療法は、2種類の薬を混ぜて点滴で投与する治療法で、 新型コロナウイルスの重症化を防ぐ効果が期待されています院内では軽症や中等症の患者のうち基礎疾患がある人などを対象におよそ30床を確保し東張間地域の患者を優先的に受け入れています重症化を防ぐと ということが一番大きなこの両方のメリットですので働き盛りであったりとかあとは家庭のです、ね、まさに子育て中の方であったりとかそういった現役世代になりますので、まあ、できるだけ重症化を防いでいで、ね、くということが極めて大事かなと思ってま,すまた斉藤知事は今月12日までが期限の緊急事態宣言について。 現段階で解除は難しいとの考えを示しました。